シベリウスの公共曲第2番に蝶々作品43は1901年に完成した公共曲。シベリウスの7曲の公共曲中最もポピュラーな作品である。この作品について最も早い時期のスケッチは公共曲第1番の初演が大成功に終わった2ヶ月後の1899年6月に書かれたフィナーレの主題であるが、 この主題はしばらく放置された。1901年2月から3月にかけて、アクセルカルッペランダンシャクの尽力でシベリウスは家族を連れてイタリアへ長期滞在の旅に出た。ジェノバ郊外のリゾート、ラパロニスマイと作業小屋を借りシベリウスはこの作品の作曲を進めた。玄関のフィンランドに比べ温暖なこの国を、彼は魔法がかかった国と表し、スケッチの筆は、 急速に進んだ。また、この国の様々な伝説や芸術作品も彼の想像力を刺激した。第二学章の学奏はフィレンツェでの印象やドンジョバンニ伝説にインスピレーションを得たと言われる。また、ローマ滞在中にパレストリーナの音楽に多く触れ、その他違法技法から多くを学んだ。しかし、シベリウスはこの作品を イタリア滞在中に完成させることはできず、フィンランドに戻ってからも筆を入れており、1901年11月にカルペラン断尺宛てに完成が近いと知らせている。この時点で一旦完成とした後、年末に再び大幅な改定を行った。初演は、1902年3月8日ヘルシン期で作曲者自ら式を取り行われた。この初演は、直ちに追加公演が行われたほどの、 大成功であった。1903年ブライトコップフーンとヘルテル社、アクセルカルペランダンシャクフルートに、オーボエに、クラリネットに、ファゴットに、ホルン4、トランペット3、トロンボーン3、チューバ、ティンパに、言語部第3楽章と第4楽章は、休みなく演奏するよう指定されている。重厚な感情楽章の後、スケルトの荒々しい響きが、 国家的なトリオを経由して壮麗なフィナーレへと切り目、なく続いていく。この作品をフィンランドの指揮者、ロベルト・カヤヌスがロシアの圧政に対するフィンランド人の独立への気概を代弁したと解釈したため、現在でもそのように受け止められる嫌いがあるが、作曲者自身はこの作品には政治的意図も、兄弟的な意味もないと語っている。 第3楽章と第4楽章を休みなく演奏するアイデアは公共曲第3番では両者を統一するアイデアに発展し最後の公共曲第7番で公共曲全体を単一の楽章に統合するプランの講師をなす試みである公共曲第2番作品43の楽譜国際楽フライブラリープロジェクト PDF として無料で入手可能ありがとうございます